ホットモットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ5回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズの先発は右の山下、対するマリーンズの先発は右の佐々木、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の山下、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、先頭バッターは岡、はい、第9球投げました、インコース外れてボール。第2球ストライク、投球は3球目、投げました、打ちました、ファースト左へのゴロ、頓宮ボールを掴んだ、頓宮自分でベースを踏んでアウト。バッター幕張のユーティリティ藤岡、第9球パワーカーブ見送ってストライク、初球ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。第4球を投げた、ボール、アウトコース高め。次は5球目、打ちました、いい当たり、抜けた、藤岡いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番荻野、第9球投げた、初球フォークボール空振り、初球空振りから第2球投げた、パワーカーブボール。第3球を投げた、打ちました、センターへの打球掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは指名打者ポランコ、第9球初球外れてボール、投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打ちました、これはいい当たり、抜けた、中継、ポランコナイスバッティングです。バファローズ先制のピンチを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは山口、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール、初球ファールから第2球投げました、打った、第3球を投げました、低め、ボール。第4球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、見送ってボール。次は6球目、投げました、膝元、空振り三振、最後はキレのある変化球。さあ、リプレイです。山下、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。バファローズまずは無得点に抑えました。右の佐々木、マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは福田、第9球打った、佐々木取った、一塁送球、記録はヒットになりました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番西野、第9球投げた、初球外れてボール。さあ、次の投球投げた、ここで送ってきました、サード掴んだ、一塁送球アウト、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。バファローズ先制のチャンスを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは西川、第9球投げた、打ちました、ファウルボール。第2球投げた、スライダー空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、ボール。第4球は空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番森、第9球投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、第4号先制ツーランホームラン。バファローズファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。
チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは DH のセデーニョ。第9球投げました。変化球ストライク、インハイへ。第2球投げました。これも空振り。第3球を投げました。1つ外したボール。さあ4球目、内角高め、空振り三振。最後はキレのある変化球。1回が終了しまして2対0バファローズ先制点を挙げています。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは安田。第9球外れたボール。さあ次の投球投げました。2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。ボール、外角高め、投げた、打った、飛びつく、破った。安田いいバッティングを見せました。バッターは7番ソト。第9球打ちました。セカンドゴロ、ゲッツーになるか。西野ボールを取る、タッチアウト、ワンアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは8番茶谷。第9球初球から打ってった、右中間へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。2回の表が終わって2対0バファローズ、2点リードは変わりません。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは頓宮。第9球ボール。第2球高めに送ってストライク。投球は3球目、投げた、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。打った、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました、抜けた、頓宮ナイスバッティングです。バッターは7番中川。第9投げた、あーっとショーフライになった、取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは8番紅林。第9投げた、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、初球カーブは空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、フラフラっと上がった、サード落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。2回の裏が終わりまして2対0です。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは田村。第9球初球空振り、思い切って振っていきました。さあ次の投球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打った、抜けた、田村いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って岡、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球これから2球目、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。投げた、流し打ち、ファール。さあ5球目打ちました、1塁線切れました、ファール。次が6球目投げた、ボール。第7球を投げた、打った、岡追い込まれていますが粘ります。投げた、打ちました。第9球を
投げました、低めボール、抜けました。次が10球目、投げました、打ちました、甘く入ったんですがファール、投げました、打った、ショートの右、ゲッツーコースだ、ショートから二塁送球、二塁フォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第9、一塁ランナー走った、投げました、投球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。岡、今シーズン3個目の盗塁を決めています。リプレイをご覧ください。第2球、投げました、ジャストミート、二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか、藤岡ナイスバッティングです。バファローズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは荻野、第1打席はセンターフライに倒れています、タッチセーフ、投げた、ボール、投げた、見送ってストライク、キレのある変化球、投球これから4球目、直球見送ってストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁タッチセーフ、投げた、打ちました、西野バックしていった、抑えた、ランナーそれぞれ一塁三塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第9、インコース高め、パワーカーブ、外れてボール、バファローズここは引っ張りに警戒します。第2球、投げた、打ちました、ご注意ください。第3球をランナー走った、投げた、投球ボール、セーフ、二塁はセーフ、ランナーを二塁に進められてしまいました、パワーカーブ、ボール。第5球、投げました、打ちました、トング掴んだ、トング自らベースを踏んで3アウト、先ほどのプレーです。山下踏ん張ってランナー2人残塁、3回の表が終わって2対0です。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃、左バッターボックスはトップバッターの福田、第9、初球空振り、少し意識しすぎたか。さあ次の投球、投げました、ボール、第3球を投げました、打った、ファール、第4球を投げました、打ちました、セカンド左への打球、茶谷ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは西野、今日2度目のバッターボックス。第9、初球決まってストライク、1球目ストライクから、第2球投げました、ストライク。第3球はアウトローの直球はボール、投球これから4球目、ボール、次は5球目、フォーク、空振り三振、バッターは3番西川、これが2度目のバッターボックス。第9、投げた、初球空振り、いきなり161キロ。第2球、投げた、見送ってボール。第3球、打った、流し打ち、切れていきます、ファール、追い込んで、投げた、内角高め、見逃し三振、バファローズ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。3回の裏が終わりまして2対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは山口、第9、投げた、打ちました、ファールボール、1球目ファールから、投げた、打ちました、ライト線、ぐーっと打球が上がってきますが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番安田、第9、投げました、内角高め、外れてボール。第2球、投げました、まっすぐ空振り。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、打ちました、ファール、投球これから5球目、打った、投げました、ボール。第7球を投げた、打ちました、3
左中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには外。第1球初球外れてボール。投げた、ストライク。第3球を投げた、低めの球空振り。次が4球目、投げた、ボール。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、ボール。第7球を投げました、打った。紅林取った、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。山下この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって2対0です。4回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは森、投げました、外れた、ボール。投げました、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは指名打者セデーニョ。第1球投げました、スライダー見送ってストライク。第2球ボール。投球は3球目、投げた、打ちました、引っ掛けた、藤岡交代、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番頓宮。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、打った。投球これから4球目、外角低め、ボール。次は5球目、ストレートはボール。第6球を投げた、インハイ、空振り三振。バファローズ最後の打者は見逃し三振に倒れました。4回の裏が終わりまして2対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは茶谷。第1打席はライトフライに倒れています。初球ストライクから投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストレートはボール、アウトコース高め。第4球を投げました、打ちました。次は5球目、外角高め、外れてボール。第6球を投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。投球これから7球目、打った、宗、ボールを取る、一塁へ送る、アウト。茶谷、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番田村、今日2度目のバッターボックス。投げました、打ちました、初球打ち、セカンド真正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って岡、今日はファーストゴロとショートゴロ。第1球ストライク。第2球投げた、打ったに当たりだ、いったか、どうだ、入るか、ワンバウンド、ヒット、バッターランナー一塁、原発決定、二塁へ、岡、いいバッティングを見せました。山下降板、右のカスティーノ、今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。今日2本のヒットを放っている藤岡。第1球高速シンカー見送ってストライク。1球目ストライクから投げた、打ちました、頓宮掴んだ、頓宮一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー岡残塁に終わりました。5回の表が終わって2対0です。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中川。第1打席はピッチャーフライに倒れています。初球スライダー空振り。第2球投げた、スライダーボール。
第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました。バックネットの前でボールをつかみました。バッターは8番紅林。第1打席はファールフライに倒れています。第9、これは引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番宗。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、内角、フォークは外れてボール。第2球、2球目空振り。投球は3球目、投げました、フォークはストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、ピッチャー返し、破った、宗いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って福田。第9投げました、ボール。第2球投げた、打ちました、センターへのフライだ、センターバック掴んで、これで3アウトになります。バファローズファーストランナー残塁。前半が終わりまして2対0です。バッターは代打角中。第9投げた、初球を打ちました、トング。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のポランコ。第9投げた、決まった、ストライク。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。1球目空振りから。第2球投げた、ボール。第3球は打った、抜けた、ポランコ、ナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番山口。今日は三振とライトフライ。第9ファール。第2球アウトロー、ツーシームは外れてボール。投げた、ツーシームはボール。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、ファールボール。さあ投球は5球目、投げました、打った、痛烈な当たり、バット左中間、どうだ、これはヒットになります。ポランコ二塁回った、山口ツーベース。バファローズ同点のピンチを迎えます。カスティーン降板、ベテラン山田、厳しい場面での登板です。どういった立ち上がりを見せるか。今日は安打を放っています。バッターの安田投げました、真ん中ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、アウトコース低め、ボール。第4球を投げた、打った、センター前進してくる、掴みました、これはどうだ。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。山田降板、ルーキーの権田、厳しい場面での登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ピンチヒッターは上田。第9投げた、見送ってボール。投げた、打ちました、紅林、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。権田踏ん張ってランナー2人残塁。6回の表が終わって2対0です。さあここは守備を変えてくるようです。バファローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは西野。第9、1球目ストレート空振り、いきなり157キロ。第2球打ちました、いい当たり、藤岡取った、一塁へ送る、アウト。西野いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番西川。ここまで2打席連続三振。第9、第2球投げた、真ん中にストライク。第3球を投げた、ボール、低め。第4球は外の球、空振り。次は5球目投げました、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、
藤岡ボールを取る一塁送球アウト西川いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これで2アウトランナーありません。バッターは4番森今日3打席目第9投げました外れたボール第2球投げました打ちましたショート左横のゴロ一塁送球あっと送球それた記録はショートのエラーショートのエラーです。佐々木降板ルーキーの早川これが10試合目の登板バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのかバッターは指名打者セデーニョ今日は三振とショートフライボール第2球投げましたボール第3球を投げました3球目空振り肩越しにランナー見たタッチはセーフさあ4球目膝元外れてボール投げた真ん中にストライク第6球は一塁ランナー自動的にスタート打ちましたあっと引っ掛けたフラフラっと上がった藤岡余裕があります取ってこれで3アウトチェンジ一塁ランナー森残塁に終わりました。中盤まで終了しまして2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは茶谷今日はライトフライトサードゴロ投げたアウトコースストレートは外れてボール投げた打ちました左中間のフライ西川落下点に入った取りましたこれでワンアウトランナーはありません。バッターは9番田村これが3度目のバッターボックス第9投げた初球に送ってストライクまずは入れてきました第2球投げたボール第3球を投げました高め外れてボール第4球を投げました4球目ストライク次は5球目低めのボール引っ掛けたショート右横のフライになりました掴みましたこれで2アウトランナーありません。打順は1番に帰って岡今日はここまで3打数1安打第9球第2球投げましたあっと引っ掛けたボテボテの当たりはショートゴロアウト3アウトチェンジスタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏バファローズラッキーセブンの攻撃この回の先頭バッターは頓宮第9球初球打ったボテボテの当たりはセカンドゴロ一塁へ送るアウトこれでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは中川今日はピッチャーフライとファールフライ投げました初球打ち引っ張ったスタンドに入りましたファール第2球打ったフラフラっと上がったマウンド後方をつかみましたこれで2アウトランナーありません。第9ストライク第2球投げましたストレート見送ってストライクバッター追い込まれました第3球を投げたアウトコース高めカーバー外れてボール次が4球目投げた引っ張ったレフト線に飛んでいますがファールボール第5球投げた打ったいい当たりだ抜けた古林いいバッティングを見せました今日初めてのヒットになりましたバッターは9初球から打ってった打球はショート後方藤岡余裕があります取りましたこれで3アウト一塁ランナー紅林残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして2対0です。権田降板ルーキーの小田島これが11試合目の登板まずは立ち上がりに注目しましょう。マリーンズこの回は2番からの好打順バッターは幕張のユーティリティ藤岡第9球第2球投げたボール投球はこれから3球目ストライク次が4球目投げた打ったファール投球これから5球目インローの直球はボール第6球を投げました打ったライトへの打球取りましたこれでワンアウトランナーはありません。
左バッターボックスには角中、これが2度目のバッターボックス。第9球打ちました。初球打ち1、2塁間の打球、あっと抜けた。角中ナイスバッティングです。バッターは DH のポランコ。第9球投げました。カットボールはボール。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。打った痛烈な当たり、ボールはライナーでライト掴みました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。右のバッターボックスは5番山口、今日4度目のバッターボックス。第9球初球ストライクから投げました。見送ってボール。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げた。打ちました。セカンド落下点、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。8回の表が終わって2対0です。早川降板、マウンドに上がったのは鈴木。これが11試合目の登板。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。バブローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは福田。投げた。ボール。第2球投げた。ボール。投げた。打ちました。ピッチャー返し抜けた。福田いいバッティングを見せました。左バッターボックスは西野、これが4度目のバッターボックス。第9投げた。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ピッチャーから一塁送球、あーっと送球それた。ピッチャーのエラーが記録されます。今日2三振の西川。第9投げました。ボール。第2球投げました。低めいっぱいストライク。第3球を投げました。縦のスライダー。ボール。第4球を投げました。縦のスライダー。ボール。インコース高め。次は5球目投げました。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。中継。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9球初球を打ちました。当たり損ねはショートゴロ。二塁ランナー三塁へ。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。バブローズ追加点のチャンスを逃しました。8回までが終了しまして2対0です。小田島降板、そして最後を締めるのは阿部。最終回2点差でマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。代打は佐藤。第9投げた。インコース高めいっぱいストライク。いきなり151キロ。第2球投げた。打ちました。ファールボール。第3球を投げた。インコース直球は外れてボール。第4球を投げた。低め際どい。ボール。次は5球目ボール。第6球を投げた。打った。ファースト真正面。頓宮一塁踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番上田。第9投げました。初球フォークボール、空振り。バットが空を切りました。第2球投げました。打ちました。頓宮掴んだ。頓宮ベースを踏んで2アウト。さあいよいよあと1人。バッターは8番茶谷。スタンドからは大きな声援が上がっています。第9球第2球打ちました。ファールボール。第3球を投げました。打った。センター方向に持っていきましたが掴みました。ゲームセット。バブローズ2点差で逃げ切りました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスの勝利でした。ノーヒット、ガスティン、レブト、阿部、マイセット、佐々木、フレンダー。さて本日のヒーローは権田。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0バブローズ2点差で勝ちました。勝利投手はカスティーヨ、敗戦投手は佐々木、そして西武は阿部。バブローズ今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、ホットモットフィールド神戸よりお伝えしました。